商品レビュー専門の J です。今日はオーキーのイヤホンの紹介ですね。オーキー、いろいろなイヤホンを紹介してますよね。それ今回は、まあどちらかというと保守的ですね。クラシック向け、いわゆる減音再生向けですけど、ちょっと減音再生というと、まあそこは誤解がありますね。落ち着いた音で音楽を聴きたい。じっくりと、このボーカルとか、中音域、ギターとかですね。クラシックギターとかの弾き語りとか、ボーカルの独奏、コーラスとか、合唱とかね。そういうものを聞きたい。デザイン耳かき型ですね。この耳かき型、なんかがっちり固定されるっていうイメージがありますけど、これ柔らかいです。なんで柔らかいのか。こう耳に乗るだけなんですよね。こう乗ってる、引っかかってるだけなんですよ。がっちり固定されてるんじゃなくて引っかかってるだけ。そしてこのイヤープラグの部分、軽く耳に触ってるだけですね。通常のカナル型ですと、このイヤープラグのこの突っ張りというか膨らむ力、それで耳の中にしがみついてるんですよ。だから耳痛くなっちゃうんですよね。これだったら痛くならない。イヤホンが嫌っていう、そういうダジャレありますからね。まあダジャレって笑ってられないんですよ。聞けないわけですからね。もちろんスポーツとかでの用途でも使いますね。スポーツというかエクササイズか。ランニングとかエアロバイクとか、マシンジムとか使いますね。だから通勤通学で音楽を聴きたい人、このイヤホンは嬉しいです。接続 Bluetooth ですね。で、私ソニーのウォークマン使ってますけど、これと相性いいですね。もちろん iPhone ですと聞こえますけど、ウォークマンって音飛びが多いんですよね。非常に Bluetooth イヤホンとの相性がある。それも大丈夫ですね。ただこれ最近のイヤホンが大丈夫になってきたってことだから、どんどんいろんな機種に合っていくのかなって思いますね。まあこれいいことですね。あ、そら音。それ今回もマインドマップでまとめてみました。まずはフィット関係とか装着関係。長時間痛くない。それとフィット感。まあグラグラしないから、私高めって言いますね。ガチガチすぎない高め。必要上十分という。そういう表現ですね。あと特徴的なものは低音。音量的には控えめ。ただ存在感ありますね。それと低音が鳴った時、例えばクラシックとかのコントラバスとかティンパニーが鳴った時、バイオリンとかトランペットの音もしっかり聞こえますね。混ざり合ってしまう。どっちかが負けることはないですね。あとは非常に演奏がハキハキした感じになるんだけど、まあそれが繊細な音になるとちょっと唐突になるかな。それはあります。繊細な音の唐突感はある。だから楽器とかを静かに独奏する。そういう音楽には向かないですね。それ次にクラシックロックですね。70年代、80年代のロック。あとギターとかスネア。非常に鋭いですね。立ち上がりがシャープです。そこは警戒ですね。パーカッション、ちょっと強すぎるかな。叩かれてる感じがしますね。だから、パーカッション主体の曲だと、まあ、ちょっとうるささがあるかな。スパイス程度に使ってるぐらいだったらいいですけど、メインでポンポコポンポココンガとか鳴ってるの。まあ、それはちょっと、好みが分かれますね。あとはブンブン言うビート、ヒップホップとかですね。ちょっとそこら辺弱い。それボーカルが不思議なんですよね。控えめだけどしっかり聞こえる。そしてコーラスとかが結構強調するんですよね。バックコーラスちょっと出しゃばってるだろうっていう、そういうところがありました。一方しっかりミキシングされてるポピュラー音楽、ワンポイントマイクでのシンバルは非常に目立つって感じでしたけど、マルチマイクとかでミキシングされてるもの、シンバルの音が小さめですね。ただ存在感はありますね。目立ちますよ。あとキーボード系、電子オルガンとかシンセサイザーとか、あとエレキピアノ。そこら辺目立ちますね。感覚的に鋭い音が目立つのかな。電子楽器とかの音、あと打楽器系鋭いですからね。一方、ボーカルとか管楽器とか、最初の鋭さがないもの。そういうものはちょっと引っ込むのかな。そんな感じを受けましたね。これ、このイヤホンが合ってる人、まずは使うスタイル、通勤通学ですね。あと、いろいろなイヤホン使ってて、すぐにポロポロ落ちちゃう。そういう人にも向いてますね。あと、音楽スタイルですと、まあ、クラシックロックが一番ですね。そして、時々クラシック音楽とか、ポピュラー音楽を聴く。そういう人に向いてます。クラシック全く聴けないわけじゃないですからね。だから、クラシックも聴く。そういう人向けです。形的にはスポーツ、エクササイズ向けですけど、まあ、ちょっとビートが聴かないですので、元気はくれないから。まあ、そう感じますね。昔のロックが好きで、クラシックも少し好き。そして通勤通学で使いたい。長時間のイヤホン装着をしたい。
そういう人に嬉しいイヤホンです。オーキーのモデル EP-B14。ぜひ使ってみてください。商品レビュー専門の動画、今日も見てくれてありがとうございました。